バーニーズハウンドは、スイスのベルン州原産のセントハウンド犬種である。スイスハウンドの一つに含まれる。ドイツ語では、ベルナー・ラウフ・フントという。バーニーズハウンドスイスハウンドの中では最も長、知られたものである。11世紀に作られた、チューリッヒ大聖堂には、本種の姿を、切った、美術品が存在し、ローマ時代の作のモザイク画にも本種らしき犬の姿が、描かれている。 主にのロジカを狩るのに用いられるが、獲物の減少に伴ってのウサギ狩りに使われるものも多い。獲物の匂いを追跡し、発見するとどこまでも追いかけて、体力を奪い、しとめる。今日は、原産国のスイスでもかなり貴重な存在になっており、まずその姿を簡単に見ることはできない。大半の犬は実用犬喧ドッグとして飼育され、ペットとして飼われているものは数少ない。 原産地以外ではほとんど飼育されていない。バーニーズハウンドの毛色はホワイトをベースとし、ブラックとタンのマーキングが入ったものである。コートは滑らかな短毛。筋肉質の引き締まった体つきで、足や胴、マズルや尾が長い。マズルの先は尖っている。首は均等が取れているが丈夫である。耳はやや長めの垂れ耳、尾は飾り気のない先細りの垂れ尾。胸は深い。 体高46から58センチメートル、体重15から20キログラムの大型犬で、性格は忠実で従順、狩猟本能が高い。しつけの飲み込みや状況判断力、有効性は普通である。スタミナが多く、運動量は莫大である。なお、吠え声はよく響くので、集合住宅での飼育にはあまり向いていない。ありがとうございます。